皆さん、明けましておめでとうございます。チェイス！トランプを使いたいと思いますね。 OK ですか？はい、ね、あとトランプと、紙コップを使いたいと思いますね。紙じゃないです。そう、プラスチックね。プラスチックコップを使います。はい、で今こんな感じでこう入れて、紙コップの中にトランプを入れて、紙じゃ紙コップ、プラスチックコップです。はい、すいません。プラスチックコップの中に入れますね。はい、で今が1枚ずつ、こんな感じで前の方に回していきますから、自分の好きなところのタイミングでストップとおっしゃってもらっていいですか？さあ行きましょう。どんどんこうやっていきます。どんどんいきますよ。ストップ、いいですか？じゃあこのストップかかった次のカード、これですね。これいいですか？はい、で僕見ないように投資しますね。多分ストップしたのはね、黒いカードですね。はい、スペード、はい、スペードのジャック、はい、当たりました。はい、うん、しかもこのカードだけなんと色々赤です。じゃん。持ったでしょ？持ってない。手いくらで持ってる？あれ戻ってませんね。あ、これね、戻ってます。もう戻ったついでにカードを1枚に貼り付けたけどね、大畑真由美さんが1枚のカードに。おー、今日のお土産でございます。ありがとうございます。 ありがとうございます。さあ、コーヒーを使います。コーヒーがもっと飲みたいときどうしますか？こうします。あ、コーヒーがお金になりました。これでコーヒーがまた買えます。はい、じゃあよろしくお願いいたします。マジックマン来るの初めて、みんな。はい、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 夢村さんの顔してるけど。いや、大丈夫です。本当？はい、トランプカード入れますね。はい、申し訳ないです。なんか我々マジシャンって、はい、ちょっとこんな感じでトランプが痛むとこれ全部捨てます、はい、でもそれお客様に失礼ですから、うん、こういった傷んだトランプでマジックするっていうのはお客様に失礼ですから、うん、ここ新品使います。はい、ちゃんとこれ開けます。だからシールも剥がして、うん、新品だね。はい、新品だ。で今から軽く、はい、うん、今から軽くマジックをやらさせていただきます。まあ一般の方が分かるかどうか分かんないですけども、選んだ瞬間に何を選んだかって当てるってすげえマジックです。これマジシャンが見るとびっくりします、うん、選んだ瞬間にそのカードズバリ当てるっていう、そんなマジックですね。じゃあいいですか？まあ何でも1枚だけちょっと適当に選んでいただいて。どれでもいい。それでいいですか？はい、それがハートの3ですね。待って、待って、当たってます。おー、すごい。一応今すべてのトランプがね、揃ってる状態です。うん、ね、うん、揃ってる、ね、じゃあ混ぜますね。どう？いきますよ。はい、ストップ。じゃあこれですか？はい、これ怪しくない？大誤差、大誤差、大誤差。ちょっと気になったけど、ちょっと気になったけど、戻す？戻す？戻す。大丈夫？はい、好きなだけ戻っていいよ。じゃあこれでしょ。じゃあ、はい、いいですか？はい、はい、はい、オッケー、はい、多分これか、うん、これかどっち？yes。 うん、こっちですね。今選んでいただいて、今度は覚えたら自分で入れてくださいってことでいいんで。はい、覚えました？分かりました。ですか、もう、はい、じゃあお好きなところに入れてください。どこでもいいですか？